わーに見かけるよ、あの、こういうの本物出してる、はい、いいの全部取らんねん、なんでちっちゃい釣りやろ、どうして狙われてるんだよ、イエーイ、なるべく止めて並んでください、さっき言ってよ、お店でこちらです、それではただいまより令和4年虎の年最短の御祭りを執り行わさせていただきます、兄弟の皆様よろしくお願いします、はじめにします、ご一緒をお聞きください、
れてサポートなれたらいいな。それでは総代を代表いたしまして責任役員の小林康之玉串を立てまつって拝礼願います。ご一同の皆さん、これをもちまして滞りなく祭壇の御祭り拝を処理させていただきます。令和の4年も今日から始まりました。何十年か一度の大寒波が到来、大阪でも実は降るであろうという天気予報があったんですけども、この松原あたりではちらっと雪が降りましたね。積もることなくですね、今日はまた風もやりまして大変気のりやすい元旦となりました。昨日は12時過ぎまして大変な若者たちで賑わいました。バイクで、騒がないように、雪にならないようにって声かけておったんですけど、中にはカウントダウンのような形が絶対気持ちでやってくださいと言ったら、何かやってきました。まあ、これも若者かなと思ったりするんですけど、どっかマナーを守って、次の世代に受け継ぐようにということを、まあ、何度も何度も繰り返し言わさせてもらった結果でございます。そこの最初の子の前に来ましたら、その前でね、大きく喋ってる女の子がおったもんですけど、その子に言うようにあのマイクで言いました。やっぱりちょっと静かになりましたね。あ、やっぱり言うてくれ、言うたら聞いてくれるわって思ってほっとした次第でございます。ただ一つだけあるのは、何かこんなの中でやはり選べるものがちょっとできないというところが、少しございましてですね、まあこれもいいかなと思ったりしております。私どもあの神社の方の年金の方もいろいろ考えてくれました。リアルタイムで今放送中でございますね。で、今聞いているわけなんですけど、我が嫁がいつも見てますよなんて言ってくれて、あ、僕らありがたいな、チャンネル登録しましたよなんて言ってくれてます。まあこれも徐々にですね、そういう形で、広まっていけばいいかなと思ったりしてるんです。ただし、今日のような形で再誕祭をライブ放送しました。あいつは小町ごとろが言うことを全て世界中に放送されるという怖さがありまして、途中でちょっと間違えたとこあったんでございますけど、まあ一人でやってますとね、これ二人でやると意外とうまいこと言うんですけど、一人で何でもかんでもやらないので、ついつい先走っていく
どうも、寒い中、今日はありがとうございます。ちょっと社務所の方でですね、ちょっと一向に届けたいと思います。まあ、こういう時期なので、あまり派手なことはできませんが、ちょっと社務所の方もちょっと変わって、模様替えしましたので、ちょっと見ていただきたいと思いましてですね、ちょっと中へ入っていただきたいと思いますし、まあ、おばあちゃんの時代からの、ちょっと手作りの味もちょっと味わってますので、よろしくお願いします。それはしまいに白を誇るよりもせっかく用意してたのにどうもありがとうございます。どうぞこちらの方に。この間まで高校でしたけど、今ね、もう大学、どこ専門学校行ったのか、なんかの医療の。細胞を細胞を遺伝子組み換えしたらあかんの細胞や細胞で決まる遺伝子組み換えだけしたらいいじゃん。まず取っていいやろ。もういっぱいいっぱいやねん。これが提灯の時に上がってもらおうと思って用意しといたんですけど、なんで提灯が上がってほしかったかというと、この部屋ちょっと変わりまして、ちょっと新しくリニューアルしました。前々から気になっておったんですけども、これ柱って言ってもこれ飾りの柱でしてね、これ鉄骨なんです。軽量鉄骨なんです。それで軽量鉄骨のためにこう吊り上げとるわけですね、天井なんかも。で柱もこれ荷がかかってないんですよ、これで全て。要するに飾りみたいな柱、向こうは違う、あれは違うんですけども。でそんな関係でちょっと屋根が落ちたりってして、こう扉が勝手に夜中パッターンとこけますんでね、隙間が空きましてね。これ築何年だと思います、これ約ですね55年経つんですよ、築ね、58年昔清水の方の総代さんで中川さん、それと高木の要するに矢部野の松太郎さん、それと佐良池の山口、豊さん、この3人がおられまして、代表でいたはったんです。他にも相談がいたはるんですけども、会長副会長がおられましてね、第二室戸台風来まして、で第二室戸台風で前通ってください。ここの母屋の上にここにもちろん大きな木があって枝が落ちましてね、ほんでなんていうんですか、難度と便所がべしゃれたんですよ。でそれを一緒にほんならやるやないかということで、これきれいなね仙台だったんです。本当はきれいな本当にいい仙台だったんですけども、そこに池があって借景も良かったんですけども、それじゃあやり替えようということでやり替えました。50だから第2室戸の後ですから、50僕中学校3年生やったと思うんです。いっぺんまたこれ合天井にしたりして変えまして、で今回3回目のやり替えなんですけども、まあ先代の、人たちが暮らして残してくれたものを、まあやはり丁寧にですね、こういうの手での使っていけたらいいわっていうことでやりました。まあ
お金がなかったらできないんですけども、お金も、あの、予算ありましたほら、みんな小泉くじのお金小泉くじのあれで、あの、まあ、変に残すよりはね、こういうような形で使ってみんな分けるの怖いよ。いや、これからの、これからのやつみんな、ね、みんな声入ってますよおっぱい、証拠やいや、分けてんから、一応で、そんなんで、あの、まあ、これでもう殴られましたさっきからだプラスで使っといたら、後に後世に残していって、ちょうどいいわっていうことで、うん、で、どうしたらいいやろっていうことで、あの、まあ、上野とも相談して、だからもう、真ん中こういうふうに、あの、実はこれ小学校のイメージなんですよ。昔、ここガラス戸で、入り口でっていうのは、これ小学校、昔みんなこんなんでしたよね。ここから覗いてね、先生が来たでって、廊下バーって走り回ってた。それを思い出しましてね、あの、みんなこの中で学びの、バットして作れたらいいわ。最初はね、こうガラス入れたかったんですけど、いや、この方が明るいといい上のは絶対あかんって言うんですよ俺の方がいいって言、いうことになりました。こういうふうにやらさせていただきました。これもあの、東大さんのいろいろ日頃からのですね、あの、ご支援等があったと思うものだと思っております。ただあの、正月だけはこんな狭苦しくなりましてですね、あの、本当に皆さんには燃え迷惑かなと思ったりするんですけども、コロナ禍の中でオミクロンあの株なんていうのができておりますけども、難儀なことでございますけど、どうかあのこれが衰退してあの普通の風邪のようになることを願っている次第でございます。あの、皆さんもご存じのように、あの3体の五図三方公人春日大明神のこの3つの木彫もあの12月の末にですね、あの内陣の方に納めさせていただきました、そういう形で何やお前おいで、ここおいで、じいちゃん、ちょっとおいで、おいで、聞いたやろ、あ、おいで、お前さん、おいここおいで、おいで、ここおいで、じいちゃんとこおいで、あ、おいで、こんなあかん、こんなあかんここへおいで、ここへおいで、そこまで来てとここおいで、あんで、はい、挨拶しておめでとうございます。これからもよろしくお願いします。これからもよろしくちょこっと手伝えるようになりましたっていう時、ちょこっと手伝えるようになりました。ちょっとだけ手伝えるようになりました。はい、ええわ、もうそれもちょっと関西深海を思いますんで、すいません、先ほどあの小林さんに参ってもらいましたんで、皆様今日頃から、本人にお返しで大変なお褒めよりいただきまして本当にありがとうございます。おかげさまで、この辺では稀に見る繁盛神社でございまして、どこでも自慢できる、の名前を売れている神社でございます。みんなびっくりしております。これからも皆様のお力を持ちまして、これからも継続して末永く繁栄することを願いまして参拝をしたいと思います。よろしくご唱和お願いいたします。乾杯。乾杯。ありがとうございます。大丈夫か？暑いよ。大丈夫。小林さん、小林さん、小林さん、はい、はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうな。あ、はい、本日と、トラです。あ、半分ちょうだい、半分。順番にどうぞ。
次のお茶、トモさんも。何番目？やめた。